はい、今回ちょっとねこのレトロアーケード、やはりちょっと一度科学的なものを見ておこうと思ったんですが、まあコメントでもいろいろ言われていますけども、1つあたり3キュッパなんですが、そうするとね2台買うとなんとミニスーファミと同じ価格なんですねまあそこはまあコアなファンだったりレトロゲームファンだったら許せるんだと思うんですが、一番困るのはですね、この例えばタイニーアーケードですと、ちゃんと縦画面になってるんですが、このレトロアーケードの方はなんと横画面なんですね。そこがなかなか皆さん納得できないといったところが結構あるような気がしますけども、まあそういった意味でですね、このね背景にある2台のレトロアーケード、ちょっと困ったちゃんなわけなんですが、まあ、さらにそこに追い打ちをかけるがごとくですね、なんとこのスイッチでナムコミュージアムの中にですね、今回発売された3タイトルが全て移植されているんですよね。これちなみに3000円で発売してます。ダウンロード版というかダウンロード専用なので時々セールなんかもしてますので、そうするともっと安く手に入ってしまうというね。まあレトロアーケードの方はあのねアーケード筐体が重要なわけであって、まあそこに価値があると言ってしまえばそれまでなんですよね。スイッチじゃダメなんだと、スイッチの液晶でできても意味がないといったことになりますけども、さあ画面の方はですね、縦画面でプレイするんですが、画面はですねなんと横画面になってるのかな、なので傾いてますね。でようやくタイトルを超えてですね、メニュー選択で縦画面になってます。まあ、こんな感じでレトロアーケード今回発売した3タイトル全部ここに入ってます。なのでとりあえずディグダグをまず行ってみたいと思いますけども、このようにですねちゃんと画面が縦になってます。なのでアーケードを忠実に再現というのか何というのか、同じ感じになってますね。ではちょっと早速1面ぐらいはやっておこうかなと思いますけども、どうでしょうね、やっぱ縦画面だとあゲーセン版だなというのがなんとなくしっくりきますよね。まあ1面はそんなに難しくないのでサクッといってしまいましょうと、まあこんな感じですね。もう一つギャラガですね、この間追加で買ってきたギャラガの方ですが、こちらもちゃんと入ってます。で縦画面ですね、やはり。なのでレトロアーケードでプレイした時と違ってですね、なんていうんでしょう、この弾道っていうんですか、長く感じますね。この辺でパキューンと撃った時に敵に到達するまでがなんか長いですね。あの横長版の時はですねすぐに敵に当たってどんどん弾が出たんですが、弾が少しボンボン出てく感じはしないですね。おっと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 、なかなか今までと感覚が違います。ちゃんとこれ HD 振動しますね。その辺もちょっとちゃっかりといい感じです。なかなかよし、一気にポンポンと、おお一気やられましたけどね。次はパックマンといきますか。レトロアーケード版はまだ購入してないんですが、どうしようかなと思ってんですけどもね、残り1個4000円かといった感じですが、このスイッチ版にはちゃんと入ってます。まあ定番のこのドット黄色い玉をプチプチとパックマンが食べていくわけですが、あちょっと早く取りすぎちゃったこれもったいない、もったいないですね。あ、終わったこんなに難しかったっけな。もうだいぶね時が経って忘れちゃいましたけども、これはなかなか難しいな、これ全然忘れてしまいましたね。よし、ブシュッと食うことでなんとか、よし、あーやばい、変わっちゃった。お、
逆転ですね。しまった、なんかあそこにドットが1個残ってる。すごい嫌な位置に1個。難しいな。こんなもんでしたっけ。これちょっと分散してやばいですね。クリアできないんじゃないかって気がします。こちらのアイテム1個しかない。これでかけるしかないか。間に合うか、間に合うのか。あの1個のドットが悔やまれる。どうする、いけるのか。うお。どうする、いけるか、いけるのか。おお、なんていうのがシンプルながら盛り上がるナムコミュージアムシリーズですね。はい、今までとちょっと毛色の違った動画でしたけれども、このねレトロアーケード2台とこのミニスーファミが同じ価格帯になるといったところもなかなか衝撃的ですし、これ3台レトロアーケード揃えるとなんとネオジオミニと同じ価格帯になっちゃうというね、まあその辺は本当価値観というのかね、そこに全然お金を投じても問題ないという人は、まあ、即買うんでしょうし、いやいや1本あたり4000円かよと思ってしまえば高いといった感じになるでしょう。なんとナムコミュージアムスイッチ版で全てプレイできちゃうっていうのもなかなか。ではまた。